ことを聞いて本気で腹が立ってるんで抗議に来ました。あっちゃー。で、私は住んでるところが松戸なんですが、母親の実家が南相馬市です。それで原発から25キロ圏内の浜通りになります。それで母親の身内が福島にたくさんいます。それで浜の弟が電話してくるんですよ。それでこう言ってたんですね。原発から20キロ圏内は除染なんかしても無理だ、人なんか住めない、移住するしかないっていうことを言ってるんですよ。で、私がそれを聞いたのは就職制限の数日前です。なのに政府は就職制限という言葉を出しました。すいません、もう緊張してます。頑張れ、頑張れよ。ありがとうございます。で、ゆっくりゆっくり。私の母親は一度でもいいから福島に行かなきゃいけないって言ってるんですよ。でも放射能が怖いから行かれないって。だから私が一緒に行こうかって言ったら、子供を産む予定の人は福島に行くな、危ないぞって言われました。だから今は再稼働とかじゃなくて第一原発での収束と被災者の救済、そして今福島で何が起こっているのか、そして日本の全国のどのあたりも汚染されていて健康被害がどこまで出てるのか、それを隠さずに私たちに報告するのがあなたたちの役目でしょう。あなたたちは隠すから、ネットを何も見ない人たちがテレビだけを信じて私たちに言ってることに対してデマだとかって言うんですよ。ありがとうございます。で、私が伝えたいのは、一番伝えたいのは、こうやって通ってる人たち、あと無関心な人たちも、なぜ私たちがこんなことをしてるのか、福島の出来事も含めて考えてください。本当のことを知る努力をしてください。逆に言えば、その苦情が来るということは官邸内部にも我々の声が届いていますので、本当に20時まではきっちり抗議しましょう。お願いします。再稼働反対、再稼働やめろ、再稼働反対。斉藤です、私はですね、再稼働反対全国アクションにも参加しておりまして、4月の26日の午後6時から、ですね、この野田内閣がこれほど国民の意思を無視してでもですね、再稼働をやろうとしているのは経団連がだいぶ強い要請をしているからということなので、経団連への抗議の申し入れ書行動を行う予定になっております。今度は26日午後6時に一緒に抗議行動を申し入れ行動を行いたいと思いますので、
来られる方はどうぞいらしてください。経団連前午後6時です。26日。それで、それを皆さんにお伝えしたかったんですが、抗議のことなんですかね。私たちがですね、これまで、何度もこう雨の中も関わらず、この2ヶ月間相当の戦いを展開してきましてですね、もう少しで泊原発が止まります。そして今野田内閣はやるぞやるぞと言いながら先送り先送りというふうにせざるを得ないところまで来ているのは、今私たちのこの戦いが、全国の戦いがですね、大きな影響力を持ってきていると思います。ここに私たちがこうして毎週来て、さらにその前には1万人の人たちがこの国会に押しかけてですね、やってきました。その力がですね、効いているのだということを私たちははっきり自覚することができると思います。さらにここで今泊原発が止まれば、とりあえず原発はゼロになりますから、それをそのまま維持してですね、5月5日には本当に原発のない日本を子どもたちにプレゼントすることができるところまで来ています。もうこの一踏ん張りをしてですね、さらにこの機会に原発をゼロにして、永久に原発を動かさなくても日本の電力をやっていけるような状態を作り出していこうではありませんか。今話してる間に一つのことを思い出しましたけども、1960年代に霞が関選挙ということをスローガンにしてですね、大きな闘争をやりました。もちろんその時は選挙できませんでしたけれども、今ですね、世界でオフパイという闘争が始まっています。私たちはですね、もし野田内閣がこれだけの国民の意思を無視してですね、さらに再稼働を進めていこうとするならばですね、この霞が関をオフパイするような戦いを、この間は1万人でありましたから、警察官に規制されちゃって十分に抗議の声が上げられませんでしたけれども、ともかく1万人のこういうことを実現しました。これから警察官が規制しようとしても、それを不可能にするような霞が関オフパイ闘争を数万人の戦いをもっと答えようではありませんか。野田市長は絶対に再稼働をさせないようにするためには、私たち国民の力が必要です。それまで頑張りましょう。すいません、気持ちはすごく上がるんですが、他の人の宣伝とかじゃなくて、今抗議に集中をお願いします。いつかの方お願いします。再稼働反対、再稼働やめろ、再稼働やめろ、原発やめろ、原発やめろ。ちょっとすいません、そちらの対岸で今プラカードをなんかぶら下げている方、男の人一人いますけれども、そちらでやる予定はないので、こちらに戻ってきてください。聞いてますか、そこにいる人一人、そっちで渡ってやる必要はないので、こちらに戻ってきてやりなさい。よろしくお願いします。原発やめろ、原発やめろ、もう一回、そちらの対岸で一人プラカード持っている男性の方、あなたが、そういうところでやってると、こちらにいる、責任近くの人たちに、迷惑がかかるので、迷惑なのでこちらに戻ってきてください。そちらでやる予定はないです。ここで抗議をやるという話になっているので、こちらに戻るようにお願いします。一人で、そういうところで、わけのわからない抗議をやることで迷惑がかかるので、こちらに戻ってくるようにお願いします。こっちでみんなでやろうぜ。再稼働をやめろ、再稼働をやめろ、原発やめろ、原発やめろ、今すぐやめろ、今すぐやめろ、さっさとやめろ、さっさとやめろ、さっさとやめろ。
私は極めて疑問に思っています。し
しかし皆さんが今日何としても原発を廃炉にしたいというこのエネルギーをなおなお結集させて、何としてもこの唯一の被爆国でありながら世界最大の核事故を起こしてしまい、未だ何一つ収束してないというのは実に情けなく恥ずかしく、今までどれだけ多くの方々が無念のうちに被爆死しているのか、それは広島、長崎だけの問題ではありません。皆さん今どれだけの人が被爆手帳を持っているかご存知でしょうか。厚生労働省が発表しているだけでも手帳を持っている人は100万人以上います。さらにこの被爆を認められている人だけでも40万人以上います。しかもこの中で裁判を起こして何としても被爆を認めてほしいという方は、私たちは70年代から必死で署名を集めてきました。まさに島八さんの息子さんもそのお一人です。残念です。しかし私たちは残念がって悲しんでいる暇はない。今本当に命の声で何としても未来を取り戻していくのは私たち一人一人のこれからの行動です。皆さんはいろいろツイッターとか、ファックスとか駆使なさっていらっしゃるので、ぜひ官邸に、それでここで言うのはもとより官邸にファックスやツイッターでおかしいという声をお届けになってください。まだまだ私たちのやれることはあるのではないでしょうか。私はもうドクターストップ30年で、そしてその30年前から、原発より先に死にたくないと言って、それを聞いた時にはみんなが吹き出しました。しかし今みんな原発より先に死にたくないと言っております。本当にこの人間のやることは人間がやめさせていくより他はないわけです。今未来は私たちの肩にかかっています。共に核のない未来を取り戻していきましょう。皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。皆さん、約1000人いらっしゃいます。はい、まだまだ全然抗議負けないでやっていきたいと思いますので、はい、もうちょっともう20分ぐらいなんですが、はい、スピーチされた方ぜひお越しください。ではあんまり熱い抗議ではないんですけれども、私が感じた素朴な疑問をちょっと話させていただきたいと思います。疑問を感じるきっかけになったことを簡単に言いますと、原発事故以降ですね、節電を意識するようになりまして、で、いろいろと工夫をした結果ですね、去年の夏ぐらいからもう毎月毎月去年、前年比で半分以下、50% から 60% くらい削減できたんですね。で、その時ふと思ったんですけれども、もしかして大概電力もいらずにもうすぐ止めても大丈夫なんじゃないのかっていうふうに思ったわけですね。節電って言っても2種類あると思うんですよ。我慢する節電、例えば去年役所なんかに行くと照明を間引いて薄暗かったり、あるいは冷房の温度が高く設定してあって、あんまり涼しくない、そういう我慢の節電というのもあると思います。ただ自分がやったのはそうではなくて、例えば照明を LED に変えるとか、
まあ、電気ポットをやめてその都度ガスで、夜間で沸かすとかですね、そういったちょっとした生活の転換をやったわけですけれども、まあ、節電したい動機っていうのが電気が足りないから、まあ、協力しようっていうんじゃなくて、あ、聞こえないです、まあ、東電とかですね、原発に嫌気がさして、まあ、東電をちょっとでも儲けさせたくないと思ってですね、まあ、工場的に、削減したいがためにそのような転換をしてみたんですけれども、で、例えば東電に対して去年から、まあ、1、2ヶ月に1回ぐらいの割合で税金投入しているような感じですね。まあ、何兆円という、まあ、大金ですけれども、まあ、全部太っ腹に思えるわけですけれども、あと再稼働に向けるなんていうかやる気というか、すごく強引なほどのやる気を感じるんですが、その強引さと、太っ腹さがあればですね、例えば、まあ、全国の照明を、省エネ型に切り替えるとか、そういった方向に、その情熱と気前の良さを使って、いただけたら、まあ、夏までにもしかしたらその原発分ぐらい削減できるんじゃないかなっていうような疑問を持ったわけですね。原発やめろ、原発やめろ、電気は上がってるぞ、電気は足りてるぞ、原発やめろ、原発やめろ、やめちまえ。皆さん、先週私ここにいましたけども、先週は本当に、再稼働の政治判断、この私たちいるところでやっていただいて、本当に腹渡りにゆっくり帰りました。しかもですね、家に帰ってニュース見てみたら、再稼働の理由というか必要性を認めるってどういうことですか。もともと四閣僚会議っていうのは何を決めようとしてたんですか。安全かどうかを判定する会議だったんじゃないんですか。それを必要だから再稼働する、こんなね、いつもすり替えてばっかいるんだよあんたたちは。そうやっていい加減な仕事ばっかやってて、あんな危険なものを動かして続けていけるって思ってんのか。これは考えてもわかんないよ。それからね、国会議員の皆さんもあんないい加減な議事録も残さないような会議またやってんだよ、この人は。叫んで、叫んで、発災直後の会議の議事録が残んなくてごめんなさいってあんた謝ったんじゃないのか。それはまた自由討論だから議事録を残さない会議でやりました。そんなもの国民が認めるわけないだろう。だから国会議員の皆さんはね、防衛大臣なんか問責してないで、この人を問責するべきなんだよ。だからもう総理大臣も国会議員もみんな自分と仕事ちゃんとやってくれ。こんなねいい加減なことばっかやってたら俺たちね安心して暮らせねえよ。頼むからね、安心した暮らしをで返してくれ。再稼働やめろ、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 行為を止めろ、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 稼働ゼロ期達成。ありがとうございました。
本が大好きなんで、皆さんそうですよね。日本の豊かな国土や暮らしや、そこに住む人々の笑顔を守りたいと思っているんで、そうですよね。今官邸にいらっしゃる政治家の皆さんも同じ思いで政治家になられたんじゃないでしょうか。だから同じなんです。ここにいる僕たちと皆さんとは同じ思いを持っているはずです。きっと分かり合えるんじゃないかと思っています。これだけ大勢の人が皆さんと話し合いたいと思ってここに集まってきているんです。引っ込んでないで一歩前に出て、ここで僕たちと話し合ったらいかがですか。ところで僕にはどうしても理解できないことがあります。それは政府がこれまで僕たちにしてきた原発再稼働に関する説明の大いなる矛盾です。4月2日参議院予算委員会で江田さんこうおっしゃいました。現時点では私も再稼働に反対、今の段階で私が内容に納得しているわけではなく、国民に納得いただけると特進したわけではない。同じ日に野田さんがおっしゃってます。安全性のチェックが最優先だ、地元の理解を得られているかどうか安全性の観点を大事にしながら政治判断する。この時点までは明らかに安全性というものが優先されていました。ところが4月13日忘れもしない日です。福井県へ行かれた枝野さんはそこで原発再稼働の方針を表明されました。ふざけるな。そこであなた何て言いましたか。電力不足が社会の弱者に深刻な状態事態をもたらすことを痛感したとおっしゃいました。突然痛感されたそうです。それまでその話は一切聞いていませんでした。驚きました。またこうもおっしゃいました。7月以降に猛暑が来る可能性が高いので、あなた弁護士ですよね、いつの間に気象予報士になられたんでしょうか。知りませんでした。さらに看過できないこんなことを言ってます。再稼働できない場合、企業や家庭に 20% プラスアルファの節電を願いする。何ですかこれ。恫喝のようにも聞こえますが、まだそんなことはないはずです。この発言の元となったのは2010年並みの猛暑だった場合、最大 19.6% の不足という関連の見通しとのことですが、もともとこれは専門家の検証を受けていない関連の一方的な見通しです。しかも関連は 19.6% って言ってるのに、なぜ 20% プラスアルファって上積みされてるんですか。おかしいですよね。本当におかしいです。さらに驚いたことに、朝日新聞の報道によると、閣内には大阪を広域停電させるしかないとの強硬論がある。本当ですか。国民生活を守ることを第一と考えているはずの政治家の皆さんの口からこんな暴言が出てくるはずはないと思います。僕どうじゃてめえら。おそらく何かの間違いなんでしょう。まあそれはいいです。でもここでどうしても納得できないことがあるんです。問題は再稼働の条件がいつの間にか安全から電力不足に振り替わっていることです。なんでですか。安全はクリアされたということでしょうか。20、30、40の安全を確認したと枝野さんおっしゃいましたが、本当ですか。どこが関連が政府に示した対策は85項目、そのうち33項目は未対策で、まあ今後頑張りますというそういう内容です。ふざけんな。計算してみてください。6割ですよ。あなた運転免許の学科試験の合格ラインは何点だかご存知ですか。60点、70点、80点違いますよ。90点ですよ。
来年から40の安全基準である60点に引き下げますか。内容もひどいんです。防潮堤は先送り、これが原因で福島は事故ったっておっしゃってるでしょう。ベントフィルターも先送り、世界の常識なんですよこれ。これがなかったために住民にいらぬ被爆をさせたんじゃないんですか。反省じゃないんですか。免震重要とも先送り、これがなかったら今頃福島の復旧作業は、事故収束のための作業は作業員はどこで寝泊まりしてたんですか。水素除去装置もないそうですね。水素爆発ビビりながら見せたんじゃないですか。大体ブレまくりなんです。僕たちはどうしてもこんなことは納得できません。そろそろ現実に目を向け、僕たちの声、国民の声に耳を傾けたらいかがでしょうか。僕たちと同じ人間ですよね皆さん。だったら人間らしく、危険は危険と素直に認めて、普通の感覚で考え判断してください。再稼働などやめてください。再稼働やめろ。以上で請願を終わります。スプレッシュコール行きます。